東京五輪組織委と日本政府、東京都、国際オリンピック委員会、IOC、国際パラリンピック委員会、IPC の代表者による5者協議が20日夜に行われ、五輪、パラリンピックで海外から訪れる一般観客の受け入れの断念を決議した。日本側は、新型コロナウイルスの世界的な感染が未だ収束していない点や、変異株の出現、厳しい世論なども踏まえ、受け入れ、見送りの方針を固め、IOC などの了承を得るべく調整してきた。5者協議では100万人規模の海外からの観客の受け入れの断念を IOC と IPC に報告。組織委では、すべての参加者にとって安全最優先な大会とする方針にのっとり、また、日本側に配慮し、IOC と IPC は、本日の5者協議の場で、この結論を尊重して受け入れることを表明しましたと、した。以下は、受け入れ断念の主な声明文。現在も、なお、内外の感染状況については、変異株の出現を含め厳しい状況が続いており、また、日本国も含め世界各国で国境をまたぐ往来が、厳しく制限されています。この現在の状況においては、今年の夏に海外から日本への自由な入国を保障することは困難であります。また、すでにチケットを海外で購入されている方に状況を明らかにし、今からでもチケット保有者の皆様が渡航の計画を変更できるようにするため、日本側は海外のチケットホルダーが大会時に日本に入国することはできないという結論に至りました。これは東京2020大会のすべての参加者及び日本の国民にとって一層確実に安全で安心な大会を実現するための結論であります。すべての参加者にとって安全最優先な大会とする方針にのっとり、また日本側に配慮し、IOC と IPC は本日の5者協議の場でこの結論を尊重して受け入れることを表明しました。海外在住者で購入した五輪パラリンピックのチケットは払い戻しをし、払い戻し手続きについては迅速に対応する。アクレディテーションを保有し今回に来日する大会関係者については引き続きプレイブックに記載のルールに服するとした。プレイブックの第2版は4月中に発行される。組織委ではこの夏の大会が世界中の人々にとって希望の明かりとなるよう安全安心な大会とする取り組みを最大限続けてまいりますとした。